はい、エクスラマトそろそろやります。エントリーしてください。エントリーの方、今長州さんがエントリー回っております。参加する方は名前を書いてください。あ、今長州さんがなんか回ってるんですよ。さあ、今長州さんが参加費を徴収している。あ、今日結構いますね。20人以上いるかな。海外勢？ X の海外勢はいないっすね。
はい、じゃあエントリーも大丈夫ですかね。あ、今17名ですね。17だからあと1人いると偶数になるんですけど、ニアさん、ニアさん、じゃあこれで17名ですね。まあ今日は第3なので、まあ定例としては紅白戦ですけど、まあ希望があればあの何でも大丈夫です。希望はありますか？ない、なさそうです。いや、ハゲ入ってないですね、まだ。まあ17のまんまだったら入ります。じゃあチーム分けですね。さあリーダー、リーダーやるもの、まあいない。
はい、ヤマトラは出る出ないの。まあいいや、ちょっとチーム分けしましょう。じゃあお茶る丸くんリーダー、うん、あ、もう一人うね、やります?タメコさん。リーダー。なんもないっすよ。そう、好きなメンツを、うん、選んで。そうです。二チーム。お、じゃあリーダー決まりました。じゃあ、うん。じゃあ 1P2P じゃんけん先にやりましょうか。うん、さあどっち、うん、2P2P じゃあ鳥はもう一回じゃんけんして、か勝った方が先に。え、おお、今日ヒデはいないっすね。
じゃあチームの方ね決まりましたんで、もうそろそろやっていきます。ランバト、1P の方なんですけど、ハゲの代わりにムナリさんに来るということで、ムナリさんが入りました。で、ちょっと参加費まだなのがグッチさんとビッパルさん、ちょっとお願いします。じゃあモニターの下の台はそろそろ終わりにしてください。さあ、チーム分けの方ですね。 1P 側がタンパタメコ、破天荒、長州、友座、グッチ、四季、小手、坂本、ムナーリ。で、2P の方が、おちゃる丸、ライパー、闘魂、藤沼、中野、クロッチ、ビッパル、ウネ、黒いワン。という感じですね。
はい、じゃあね、先方だけじゃあ申告してください。それその後はもう自由です。で、1人2キャラですね。今日はキャラ自由です。かぶせです。さあ、ね、ルールは特にありません。号機の使用以外の全てを認める。2キャラです。お、先方リーダー対決。さあ、ランバトやりますよ。うん、決まった。うね、じゃあ行ってみましょう。さあ、本日のランバト紅白戦、ワンピーこっちです。さあ、ワンピーが、タンパタメコ、ツーピーうねということで先鋒戦です。まあ、この後はもう自由に入りたい人入ってってください。あの、1人2ライフ2ライフです。あ、今日は実況やりそうな方いないかな。まあ、誰かがやるまでは適当に。さあ、ウネの S バイソンが1本取ってますね。さあ、タメコさん、なんとかしたい、なんとかしてほしい。あ、さあ、オアしかやってないこのウネ S バイソン、汚い、はめていく。さあ、ワンピーチーム、お次はあの、どんどん入ってってください。エキシビジョンはありませんので、2回確実にやりたい人は早めに行ってください。え、もう四季さん、もう四季さん、大会を終わらせる気か。え、四季さん。さあ、嘘でしょ。四季バイソン二人目で大会を壊しに来た。あっと、ウネエスバイソンが大幅リード。何が起きてる。おっ、嘘、ウネ勝利したぞ。さあ、大会は終わらせねえぞっていうことなんでしょうかね。だー、しかし2ラウンド目は圧倒的に四季バイソン。さあ、1-1。あー、先にリードしたのは四季バイソン。さあ、もうさすがに強いこのバイソン。さあ、ウネはタンパも外れる。だー、ダメだった。あ、 2P 側、これ誰が行くんだ。 2P、さあ、自信ある人は。さあ、トウコンさんが担ぎ出されている。さあ、トウコンさん勢いに乗せられて座りました。さあ、トウコンさん、なんか言いくるめられた感が。
さあもうみんなこうなるとね、一発目からメインキャラで行かざるを得ない。あ、でも確かにバイソンなんでね、チュンリー被せていくのはキャラ的にはもう正解ですよね。あ、めくり、これ繋がってる、繋がってる。あれ無理ですね、あんなのやられたら。ハメですよ、ハメ。あ、オア、オア、オア。さあ、トコさんは死んでしまう。はい、2P、次は、お、おちゃる丸くん。あ、ホンダ。これも悪くないキャラ戦ですね。さあ、さあ、先に当てたのは四季バイソン。あ、頭突き食らわない。頭突き食らわない。うわぁ、うわぁ。おちゃる丸くん、なんとかしてくれ。当てた。まだある、あるある。あ、なかった。いや、ここまでしっかりホンダ対策されると厳しいですね。短波で半分減りましたね。まあでも体力差はまだわからない。相打ちになっちゃうんだ、あれ。かわいそう。うわー、見せていく。はい、次は、あ、あー、うね、うね、早くももう2回目、2度目の登板が早いっすね、うね。悔しかったんでしょうかね。メインキャラなら倒せんだろうみたいな。さあ、ダメそうだ。これは強い。まあでも確かにあのね、四季バイソンと戦える時に戦っておきたいっていうのもあるんでしょうね。そうっすね、そうっすね。エキシビジョンは本当にないです。倒してください。さあ、運命くん、これで終了。ライフを2つ失う。さあ、さあ、トネピーダルシム。さあ、気がついたら死んでるトネピーダルシムが。さあ、あの四季さん、これここで四季さん倒しても四季さんまだライフがね1個あるという連チャンありますね。お、ガードしてる、投げていく。さあ、2P 側の罰がどんどん増えていくぞ。 1P チーム、お、黒いワンさん満を持して、ここは俺だろうと。さあ、ホンダ、黒いワンホンダ。
そう減るなぁ。しかしさっきね、おちゃるまるくん戦で見せたあの本田対策、本田を知っているこのバイソン、完全対応か、何もさせない。いや本田がこれきつそうっすね。もう全てに対応している。どうするんだこれ、何もする。お4ヒットしたぞ、あるあるぞこれ、あるぞこれ、あーうおードロー、これは熱い。いや黒いワンさんすごいな、あそこからドローまで持っていく。さあ短波に合わせて100巻、さあうまい、さあ今度は黒いワンさんの方が完全対応。あ、頭突きは絶対通さないです。ああクレイジーがこれ残ってどうなる。ああ投げていく。おガードして、ああ減ったぞ。体力差はない。うわーオアから、もうこれは削りすら許されない。どうする、ああさあ 2P チーム次は誰だ。まあうねくん以外は誰でもまだいけますね。で1回もまだ出てないのがバイパーさん、藤沼さん、クロッチさん、ピットパルスさんなんか剣ですよね。お行きましたね、これは。これ倒せたらかなりでかいですよ。お、かかとガードしてる。減った。お。あ、これは1ヒットだったの。ああ、重ねの短波が当たってしまう。ああダメージ高いよこのキャラ。うわ波動の手がかり捉えていく。はい、バイパーさんと藤沼さんとクロッティさん3人揃ってこう出頭してください。出頭死刑場に。バイパーさんとクロッチさんと藤沼さんで順番を決めて入ってください。死ぬじさあ、おバイパーさん、バイパーさんが行った。どっちだっけ、あの C の方です。もう腕痛いって言ってましたけどね全然いけてますね。さあそろそろね、あーいや同キャラはしダメではない、禁止ではないです。禁止ではない、ただし必須衣装あ、これって1人2回やっていいの。そうです、今日1人2回です。なるほどね、じゃあ僕は
もう終わったと思ってたけど、まだありますよ。ルール把握しておらず、まだあります。まだうねくんが2回出てた理由よく分かってなかったもん。うねくんだけ特別なのかなとか思ってた。なんでこいつそう、なんで2回やってんだろうなんでこいつ2回目やってんだって。そういうルールです。そういうルールね。はい。うん、でも、光ってるからもう分かんないっすよ。うわっ、うわっ、何中パン押し毒置いてありましたね。押し毒感ありますね。なんか、タゲーゼサイドやったっぽい人たちが見て感動してましたよ。すごいって。いや、これはやばいですよ。これは見た方がいいですよ。さあ、一回引っ掛ければ引っ掛かんねー。引っ掛かんないですね。危なかった。一回引っ掛かればね。あの中盤もしかして強い？いや、もしかして、相当強いのか。強いですよ、あれ。うわぁ、四季さんがやってるということは、あの立ち中盤正解の可能性ありっつって。あり。あ、なんかあの、一回じゃなくて、あの、一人二回出れるルールらしいんで、一回負けた人もこう、腐らないでもう一回チャンスがあると思って。チャンスありますんでね。うねくん以外は、まだチャンスがあるんで。あの中盤、強いのか。強いですね。てか、ね、戻り。めちゃくちゃ引っかかるやん、あれ。戻りが早いですね。あれ、やろう。いや、俺もやろう、あれ。あれやった方がいい。あれやってるバイソンほとんどいないですよ ね。バイソンホークで俺もあれやろう。シューパンフロー。バイソンバリア。さあ、チュンリー。藤沼さんのチュンリーですね。あ、なんかでも。さあ、体力負けてるけどね。投げて。こっから。うん。おー、ゲンめちゃくちゃ強力。ゲン3連打。いや投げていく。うん、逃げるのがうまい。もう、これは。どうやって…うおぉ悪くなし。うわ、悪くなかったけど、なぜかバックジャンプしている。なぜかバックジャンプしている。戦列を何かをね、察した。あっつって、うまい。コパンで止めるけどね、痛くないよって言って。痛くない。ダメージがね、取れないっすね今の飛行剣。いや、この相打ち絶対狙ってやってるんですよね。あれやばいですね。いやらしいな、投げ返してる。あー、エロい。あー、いやー、ダイヤシの置き方がうまい。いや、いける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 。うん、なんでヘッド出すの。出すなよ。ため作ってましたね。あ、なんか一人2回いけるらしいんで、行きたい人まだ行っても大丈夫ですよっつって。惜しかったな。じゃあクロッチさんですね。クロッチさんも上手ですよ、かなり。ブランカ、はい。あ、でもブランカ、いや、全然いけない、全然いけない。ブランカバイソンは全然いけない。全然いけない。全然いけない。によりの3みたいな感じ。さあ、おっ、うまい、うまい、ガードしてる。さあ、でもクロッチさんもうまい、うまい。やー、差し返してる。もしかしてブランカ戦でも使える。バイソンバリア万能ですね。うわー、待って、ジャンプが届かない。なんだこりゃ。遠距離のバイソンバリア強い説ある。強いですね、あれ。飛べないですよ、あれ。裏、ガードして、ガードしてる。いやー、投げる。強いんですよね、あれもね。ゴツゴツ。あ、これなんもないやつだ。あ、後ろから投げて、うわー、バックジャンプ。ゲームがうますぎる。攻めが続かないですね。続かないですね、知ってますね。あ、バリアを。バリア張り始めた。バリアを張り始めた。バリアからの突然の突っ込みもある。おお、あー、あ、いや、わかんない。うわー、スパコンが。これは出そうと思ったけど出なかった。おお、いやー、これほぼ、あー、でもね、ガードでね、惜しかった。いやー、惜しかったですね。あとは2周目、闘魂さんまだいいんですよ。もう1回やっても闘魂さんまだ死んでないですよ。さあさあ、もうあとはうねくん以外はあと1回できるんで、もう1回なんとかなんとか事故らせて、さあ倒しましょう。おちゃるまるバルログ。わかんないですね、これいけるかもしれないですよ。
バルログでも、うわぁ、なんだこのヘリは。お、よしよし。おわぁ、対策してる。対策してる。対策してる。飛び越し投げ。飛び越し投げ通じない説あった。通じないですね。通じなかったか。なんなら通じるんですかね。いや、いや、人間だから、どこかに穴はある。どっかに穴はある。ゲームだからね。何かは通じるはず。何かは通じるんですよ、きっと。お、いいぞ。お、いいぞ。お、あるぞ。ある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 。中パンだけでここまで減らした。えらい。おしよしよし。お、お、お、あー、いいよ。投げ返し。全然ありますよね、これ。ありますね。ありますよ、これは。あー、まあまあまあ。あー、いやいや。お、中パン。うわー。食らって。うわ。惜しかった。惜しかった。一周も終わってしまったので。さあ、中野本田さっきのさ、さっきの黒岩戦見たろお前ら。さあ、わ、いや、これ本当に 1P の人全く試合をすることなく終わってしまう可能性が。さあさあ、トネピー本田黒いワンさんをも倒した式バイソンに、お、いい感じなのでは。通じている、このホンダ通じている。さあ、事故がなければさあ、もう頭突きをコパンで止められても別にいいやっていう感じですかね。さあどうや。さあ、通じてますよ、トネピーホンダ。おお、いい感じなのでは。あ、わあ、さあ、ああ、止めたー、ついに止めたー。さあ、え、四季さんもう一回さあ、ワンピーワンピー側、さあ、次誰行きますか。さあ、圧倒的大差がつきましたけど、まだ 2P チームの勝ちの可能性も残されてますからね、全然。さあ、しかし、同じキャラ使っても大丈夫です。大丈夫ですけど、非推奨です。禁止ではないけど非推奨です。あ、いや、だから禁止ではないですさあ、小手サガット、これサガット有利だと思いますけどね、うん、どうなんでしょう。うん、僕もサガット有利じゃないかとは。あ、張り手で押していくけど、ここまでね、体力差ついちゃうと厳しい。あー、アッパが出ますね、小手。さあ厳しいか、もう。さあ、ある、まだある。あ、ないか、ないかな、あるかな。ああ
読み勝ってたんですけどね。いや、危なかったですね。でも危ないイベントになるところでしたね。危うく危うく危うく放送事故になるところ。危ない。ほらみんな、みんなほらみんなほらみんなほら、2ピーツ側の流れ来てますからね。そうですよ、今死刑台からは随分遠のいていますよ。座るところ。バイパーさん、トーコンさん、藤沼さん、クロッチさん、ビットパルスさん、黒岩さん、さあ、やりたい人どうぞ。のやりたい人どうぞ。誰もいない。いや、責任のなすりつき合いが、あ、ビットパルスさんが行きましたね。行きました。もう責任のなすりつき合い始まりましたね、全員が。さあ、いや、大丈夫大丈夫。まあ、今日はね、今日は大丈夫、今日は誰も攻めないと思いますんで。もう、うん、1回目なかったみたいな。確かに1回目はね、なかった、実質1ライフみたいな。お、うまい。おかしいなあ。あ、さあ、これはすごい差ついちゃったな。いや、いけますよ、我々まだいけます。いけるいけるいける。ポジティブな言葉で育てていかないと、自分たちを。いけるいける、パワーパワー、いける、チャンスチャンス、まだ強気強気、まだ全然ね。いけるいける、ここ成長するチャンスだよ。いけるいける。ボディービルダーの大会みたいな感じで声かけしていかないと、やっぱり。あ、さあ、ビットパルスさんやれちまう、やれてしまう。いやーね、でもこれもうね、これからはね、一人一冊だと死ぬんです。死ぬので。そうですね。バイパーさん、トーコンさん、藤沼さん、クロッチさん、黒岩さん。お、黒岩さん、黒岩が行った、お、行った。俺が第二の指揮になると。出た、もう人任せの作戦出てますね。黒岩さんが100連勝したら勝ちだと。まあでも黒岩さんがね、どれだけ抜いていけるかで、かなり明暗が、ね、どうやってやるんだろう。うまい、うはめていく、はめた、はめていく。サガットには小頭突きがいいですね。いいですね。うわー、お、死んだか、開幕前とる。うわー、死んでた。パン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 、おお、そういうこと。おお、黒岩さんうまいなぁ。いやー、うまい、プレッシャーが俺と違うよ。俺とは違う、やはり。さあ、あとワンピー側の人、もうタンパ、タメコが行った。お、誰か、いや、行かない、誰かを呼びに、呼びに行った。さあ、黒岩さんにぶつけるのは、タメコさんに秘策あり、ぶつけるのは破天荒さんを呼んできた。あ、竜で、そうね、玉持ちを呼んできた。わしに秘策ありと。坂本さんも行きたい顔をしていたが、顔はしていた。やりたそうな顔はしてたが、まあこれはこれで。さあ、あ、画面を押してるのは黒岩さんの方かなんですけどね。うん、あーあー、じゃんけんポン、あ、勝った、勝利、じゃんけんに勝った、勝ちましたね、はい。さあ、これはいい感じ、いい感じですね。まあいいですね、削りで使って正解でございます。あー、 うまい波動ずらして、もう、あーあー、じゃんけんポン、あー、もう一回、あー、おー、じゃんけんチャンス、じゃんけんチャンスあり。あれ、竜に対してはしゃがみショーパン、はい、安全重ねとかできるになりますね。なるんですけど、投げ返されますね、一応。ああ、はい、そっか。で、投げ返されるんだったら、なんか、まあ、さっきみたいに上に、なるほど、上に行くと。投げ返されない位置から行くと、ちょっと歩かないと大一丁できなくなるっていうね。大一丁の間合いが外になっちゃう、ね、よくできたゲームですね。さあ、これはどうする、どうする、どうする、裏に上にして受け身取ってる。さあ、長州さんが何か言うと、何か言うと良くない気がする。さあ、あ、
わかんない飛んできた飛びを通し、通すね。いい読みです。打ちたくなる波動でしたね。うん。さあ、あーと相打ちは全然いい。全然いいですね。お、いい台出し。さあ、黒いワンどう攻める。うおー、うん、今の、あーこれげんなりする踏み。いやあれね、ほんとげっそりしますね、これは。ほんだ、きついんすよね、あれ。おっ、あっ、破天荒いける。あるよ。うわー、さあ、さあ、打ってった。あー、これは俺がスターハイや。黒いワンさん、ここで黒いワン破れる。破れる。100連勝できず。もう、うねくんが自分が負けたみたいな顔してるけども。思い入れがあったんでしょうね、結構。言ってくれるという願いが。そう、願いがあったが。いや、惜しくも。あとはね、クロッティさんと藤沼さんと闘魂さんとバイパーさん。この4人。4人ですね。4人が。残されていると希望があるんで、まだバイパーさんが500連勝ぐらいしてくれるかもしれない。まだありますよね。闘魂さんは3連勝ぐらいしてくれるかもしれない。現実的な数字でね、3連勝ぐらいしてくれて。さあ誰いきますか。いいですよ、クロッチさんがいった。いった。ああ、お、ブランカ。ブランカね。さあ、これはリュウブランカは？リュウブランカはまあまあ厳しいところ、まあ、厳しいところではある。うん、がいけるらしい。いけるらしい。いけないこともないらしい。まあでもね、ずらして波動がね効いてますよね。きつそうっすね。普通に。さあこっからー。暴れる。うわー、昇竜。今のはね、今のガードするしかないんですわ。ですよね。そう、ローリングしても潰れちゃうんですよね。あ、一方的に潰れるんですか。あれなんか強いとこだけ当ててるから、美味しいとこだけ当てるからガードするしかないんですよ。汚い。汚いですよね。汚い。みんな知らないんですけど、 X 竜って汚いキャラなんですよ。そう、鎖骨ずるいな。うまい。うおー、うん、投げ返しをすかした。下段で行く。いい波動。うおー、どうする。中足中足中足。どうすんのこれ。あー、ずらし、うわー、わかんねー。うっ、ゴー、2回、2回削れた。2回削り、2回削れた。ブランカが太ってるから。じゃあ、藤沼闘魂バイパーまだありますからね。3対16ぐらいになってる。まだ、うん、まだまだまだいけますよ。まだいけます。いやでもチュンリーチュンリーホークですからね、キャラ的にはわかんないですよ。いけますよ、ね、さあ向こうで多分相談しているんじゃないかと僕は期待してますけど、そうでもない。ほら、うねくんいい感じにまとめて、ほらまとめて、ほらなんか闘魂さん、ほら俺じゃないよみたいな顔してんじゃないんだよ。え、誰か行くか決まった。誰、藤沼さん、藤沼さんやるって。藤沼さん。はい、藤沼さんらしいですね。藤沼さんは何してんの。やるんじゃないの。なんかしてます。なんかしてます。はい、ちょっとお待ちください。ちょっとお待ちくださいね。ちょっとお待ちくださいね。あ、コインないかな。ね、 C ボタンを。さあ闘魂さん行っていいよ。はい、闘魂さんがね5連勝ぐらいしてくれるから。そう、5はきつい。いや、5は行くでしょっつって。さあ、闘魂さんがいた。ー、なんか死に、あ、大丈夫から投げて、あー、対空中ゴス、対空中ゴス。あ
れは食らわざるを得ない。食らいますな、うん、さあ、トーコンさんが、あー安直に、あ、トーコンさんが安直に飛んだ結果死んだ悲しい。いけいけ、ゼロ勝は悲しい。さあ、さあ、これは、あー大丈夫、ちょっと危なかったけどね、今の飛びはちょっと怖いけどね。さあ、ガードした、もうこれ分かんないですね。おっ、あ、投げて投げて、バグ投げて、バグ、おお、さあ、あー、なんか、ね、なんか投げ受け身で壁に引っかかると、ああいう感じで、あ、そうなんだ、起き上がりすぐ投げれる確率が上がるらしいという、あの、瀬尾研究所の研究結果が出ておりますはい、画面端で投げ受け身引っかかると、あれ、やりやすいらしい。端に引っかかると、そう、うん、あ、やべやべ、死んだかと思った今あ、しかし死にそうになってますね。死にそうですけどね。なんか、あ、あ、危ない、生きてる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 、もらった命、あ、もらった命を粗末にしたあの弱波動に対して前飛びして落とされたのを100回ぐらい今見ましたけどね大丈夫ですか同じ落とされ方死ぬほどしてましたけど。さあ、渦沼さんとバイパーさんに全てが託された。あと2人避けて、さあ、いった、うわ、当たんない。なんかね、あ、チュンリーって竜巻どうするんですか。竜巻は裏から裏に行った時にジャンプ前チューキックとかやると、なるほど、いい感じに落とせますね。難しいですね。うわー、勝ち筋が消えた。 あ、でも下がってくれたんで、これまだ、あーあ、東西戦形式なんですが、1人2回出られるというルールなんですね。そうです、1人2回出られるルールなので、まあ18対18みたいな感じでやってます。9人なんで。さあ、なんですけど今3対16となってますさあ、何が、笑い事じゃないんだよっつって、何が起きたんでしょうかね。あ、これはタンパタメコさんが呼んできた破天荒さんが強い。強いですね。呼んできただけはある。おお、うまいから、よしよしよし、投げこれなんだよな。さあ、開幕は飛んできた欲望、あーっと、くぐってる。さあ、ゲージが溜まる、お互い同時に多分溜まるでしょうね、これね。うわー、どうする。でもこれ飛びで溜まるんでね、わかんないっすね。暴れて、あー、さあ、くぐっちゃう、危ない。お、上、あー、あー、やばい、助けて、あ、あ、生きてる生きてる生きてる。これはバイパーさんが残ったのみ。バイパーさんも何使ってもいいですよ。さあ、許され。バイパーさん、舞台は整いましたよ。許されてます。逆転劇の舞台は。闘魂藤沼が倒されましたね。倒されました。あとは。倒された。いや、闘魂さん、3連勝ぐらいはしてくれると思ったんだけど。ちょっとね。現実的な予測を。何もなかったですね。裏切っていく。さあ、大キック。画面端に追い込んだが、さあ、最後の一人、うおー、プレッシャーがすごいが、あー、なんだそれ、な、何が起きた、どっちっつって。さあ、発展校さんが強い、うわー、さすがにどうだ、ガードして、あー、光りたかったけど、光りたかった本当は光りたかった、光れなかった、半分負けですね半分負け、うん、やはりフィニッシュホールドにね、こだわりがありますからね。おー、行った、これは行ったか、今度はもうね、さっきみたいなことが起きない。おさあ、ここで
あ、仕込みが今今ね、なんか予備動作が見えた予備動作が見えましたよね、いろいろでもこっから、あ、あ、あれ、うわあ、まあちょっと渋渋みたいな渋渋まあ負けるよりはという、そうですね、あとはもう好きにやってください長州さん出といた方がいいですよ、出といた方がいいっすよ、そうですよ、さあだからしかしここでサガット、めちゃきつ、あーめちゃきつ、きたこれは、いやホーク有利なわけないです、あなたさっきから何言ってるさあ長州さん曰く、長州さん曰くホーク有利らしいが、多分ホーク使いに行ったら怒られると思いますけどね、そんなわけない、そんさあその理論上はやめよう、うわぁ吸えない、いったー、なんか減ってる、おお坂本、おお、最終兵器前蹴り、下タイガーに対して勝てるという噂のあれやってれば勝てる、あれやってれば勝てるらしいですよ、詳しいですね君長州さん、ツトツー詳しい可能性ある、タッチシューキックだけ振ってれば坂本完封できる、本当か、まずその前に行かなきゃいけないんじゃないのかうわぁ、うわぁ、だけど痛い、フォークが、うわぁ、行ったか、いやでもね、ここから読み合いが発生、あー投げアパカであればね、さあうわぁ当たんない、うわカスガードになってどっか行っちゃう、下タイガー、うわぁアパカがなんかリバースしなかったけど、あーアパカ出さない、謎ですね、踏んでしまって危ない、バイパーさん、あーあーあー大丈夫、あーあーこれはさあなんか最初にエキシビジョン今日はないよっていう風になんか、ハゲさんからアナウンスがあった気がするんですが、これはどうしますか、1試合ぐらいやりたいという声は上がってますけど、さあ、ああどうする、あ、ね我々の敗北ですこれは負けましたね、指揮を取られたら逆ぐらいは3人ぐらい先に連続取らないとダメなんだって、指揮さんには勝ったっつって言うだけ言うだけって言っておこう、さあじゃあイベント的には、四季さんが優勝ということでさあ四季さんに 500ポイントぐらい入りましたねさあで、ということで、じゃあこれはじゃあ特別ルール、特別ルール、青斎さんが、あ、青斎さん 2P に入っていいんですか、入って青斎さんが全員抜けば勝ち、 2P チームの勝ちという、勝って青斎さんに1万ポイントですね、無理に決まってるでしょかって言わないでよ、さあまあでも確かにいきなり、いきなりサガットだからな、さあ青斎さんさあサガットザンギ、ザンギ有利、サガットザンギはまあいい勝負ですね、いい勝負、はい、いい勝負、ちょい、あっ、アパガー出る、さあこの長州さんのこの分かったような分かってないようなこのアドバイスがいいですよね、じゃあ青斎さんが、青斎さんが今来てくれたんで我々の助っ人として、まあいうん、チームに加わってくれると1回だけプレーして、はい、そうです、はい、青斎はライフ1です、1で、はい、全員抜けば青斎はライフ1です、勝ちです、はい、さあもみおではない、おお、アパカでもね 2P 側なんでちょっと弾けないですね、弾けない、はい、あ、 2P は弾けない、 1P なんでね、 1P だと弾かれてばっかりだって弱くなる、
ワンピーででも、いや、ツーピーでワンピーの弾きっぽい動きをすればいいのでは説はありますけど、そういうわけにはいかないのか。さあ、お、いいガード、あー、弾けてればって理想論が出てしまった。うまい。さあ、高本さんが、高本さんが、さすがに詰めて、これは詰んだ。うん。うん、あ、いや、詰んだ。ガードしても何もないん。それがあったじゃないんだ。それしかねえだろ。さあ、大台足で差し返して、あー、きつい、酔っちゃう。うまい、差し返した、置いておいた。さあ、問題はもう青斎さんが勝つと誰も思ってないから、ワンピー側は誰も準備してないということですね。みんな脳試合始めちゃいましたね。もうシキさんとグッチさんしか用意してないですからね。用意してるわけではないが、なんかいる。ああ、はじけないから、自分のことは。ああ、青斎死ぬのか。ああ、じゃあ我々の負けということでつって、じゃあということで、はい、ということでつって、ワンピーチームの敗北です。勝ちでーす。はーい、おめでとうございます。すごいですね。あー、すごいですね。これいいものを見れたということで。じゃあワンピーチーム写真を、はい、写真はシキさんの写真を撮って、シキさんとタメコさんの、あそこら辺の写真を撮っておけば多分今なら撮れます。さっと行きましょう。はい、さっと撮りましょう。あ、そういえば、あの、ムナーリさん参加費いただいてないんですけど、一回も出てない状況でなんか回収するというのもなんか、あとビットパルスさんも参加費をいただいて、あ、ありがとうございます。さあ、じゃあね、今日も大接戦のランキングバトル、これで終了です。お疲れ様です。まあでもたまにはこういうのもね、面白いですね。
Ah!
You win!
I
Thank you.
Thank you.
Thank you.
USA!